はい、白内障の手術後と、硝子体手術後などのカルテの記載の仕方についてちょっとお話ししていきます。まず、こっちがいわゆる白内障の手術後ですね。上にあるのがこう第何日って書いてあって、何月何日って書いてあります。普通じゃあどういうふうに書くかっていうと、例えば右目だったら R とか、例えば最初が右目だったらこう R って書いてあって、左だったら L になりますね。で、手術当日の場合はまあ0日とかって書いてあって、翌日が1日っていう表記になって、12月20日みたいな、そんな感じの日付の表記をしています。で、両眼手術する人もたまにいて、その場合は右が何日目、左が何日目っていう風に表記をしてます。で、その下の VDVS、 この上が視力、右目、左が VS の方 で、その下が RT、 これが、右の眼圧、 LT が左の眼圧ですね。で、自覚症状の横のところに何かこうゴロゴロするとかなんとかって書いてもらって、で下にこう所見を書いて、で指示と治療を書いていくっていう感じになります。